東京西川大学は日本の非営利団体。略称は庭大。2010年10月、多摩地域の30市町村を拠点として行う一般向けの公開講座を実施する東京西川大学を開始。NPO 法人渋谷大学のノウハウを移植して開校した7校目の姉妹校。2016年9月現在、約3500人が学生登録している。 代表は、こうかな。大学を名乗っているが、学校教育法の歌う、学校法人、大学ではない。学びを通じ人と地域をつなげるを、キーワードに、東京都の西側に位置する多摩地域30市町村を、キャンパスに見立て、無料もしくは実費で授業を開講している。学生登録に、年齢や性別、居住地域など、一切の制限はなく、登録費や、年会費など、 登録維持費もない。略称の庭台は庭のように居心地よく人が集い使ってほしいとの思いから。食べる、仕事、作る、不思議、命、自然、子供の7つのテーマをモチーフにデザインされた。授業に参加するには学生登録をした上で参加を希望する授業に申し込みをする。先生となる方も主に一般の街の人である。 参加すると学生賞を受け取ることができる。授業に参加した学生やスタッフのつながりから共通の興味を持って新たなコミュニティが形成され、継続的な活動が行われている。クラブ活動への参加を経て学生登録する参加者もいる。庭台の活動に共感し応援してくれている企業やお店で学生特典を受けることができる。特典を受けるには学生賞の提示が必要。 職員やスタッフをはじめ、関係者はすべて、ボランティアとして活動している。東京西側大学のウェブサイトで、学生登録を行うことで学生となる。授業に参加するには、学生登録が必要。授業に参加すると学生証を受け取ることができる。授業やシンポジウムなど、東京西側大学が主催する、各種行事や、運営のサポートを行う。 社会的目的や特技を持ち、それらを教え広めたいと考え、東京西側大学の活動域に共感した方が先生となる。ただし講師料は無料。授業開催には授業コーディネーターがつく。毎月開講される授業のコーディネートをする。テーマを決めて先生及び授業会場を探し、授業告知文を作成、当日の進行からスタッフ提出のレポート確認や、 記録写真の選別などを行う、授業の企画者であり、プロジェクトリーダー。障害や広報活動、システム構築、運用、授業のコントロール、イベント企画、活動報告など、運営全般を担う。ありがとうございます。